明治安田 J2 リーグ。この時間は清水エスパルス対徳島ヴォルティス、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフトロールスタジアムで行われます。コンディションですが今夜はあいにくの雨となっています。この雨が勝負にどう影響してくるのでしょうか。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対徳島ヴォルティス。立ち上がりは注目ですよね。はい、頭からプレスをして振り抜いた。すごい反応を見せました。これは素晴らしい反応でしたね。清水は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。中野来た、狙った、キーパー止めた、こぼれます。いろいろか、おっと、松崎、宮本、石尾、裏を狙う、ここは読んでいました。中村、ここで受けて抜けてくる、シュート、ゴール、エスパルス。西澤、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。ボックスの中に持ち込んでしっかり決めましたよね。ドリブルであそこまで持ち込めるというのも練習の高い証拠ですよね。さあ清水、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね。はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。松崎、今のは注意だけだったようですね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。杉本、いいボールだ。前半の14分を過ぎたところです。徳島はビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて期待した位置、ボール向かってきますよ、シュート、決めてきました。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。いや、動き出しのタイミングもバッチリで、いい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。さあ清水、さらに1点を追加し2対0としています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね。はい、非常に大きな1点だと思いますよ。どうするか、さあフラッシュート、エスパルス追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、これスルーパスも良かったですし、東からのシュートも絶妙でしたよね。互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。
さあ清水、3点差までその差を広げています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。通るのかこのパス、スペースへ杉本、さあ左へ預けて抜けてくる、さあチャンス、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。これは合いません。スルーパス、このボールに触ります。杉本、さあ打てるか、仕掛けるか、長木、これはチャンスだ、あーこれファール、取らないですか、レフェリー、このボールをカットします。浮き球を使う、西澤からのスルーパス、カットされます。中野、裏へのスルーパス、スルーパスを出す、自分で行く、これはいいプレー。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。徳島、どうだ、シュート、裏へ届くか、この位置で受ける、ファーサイド、デッドだ、合わせに行きましたが決めることができませんでした。中村、このスルーパスは通りません。西澤、山原、抜けてくる、山原、攻撃面でも貢献のできる選手です。このボールはつながりません。宮本、スペースを狙う、絶好の位置、シュート、来た、追加点、エスパルス今日は止まりません。チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたね。さあ清水、このゲームの主導権を完全に抑えています。中村、さあつながるか、おっといいボールですよ。西澤、おこれいいですよ、中折り返した、あっダメだ、これはキーパー、縦にボールを送ります。ここもしっかりディフェンスしました。裏を狙っていきます、絶好のシュート、決まった、追加点、エスパルス立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いやカウンター決まりましたね。赤い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。当然ハットトリックということになります。
さあ清水、現在圧倒的な強さを見せています。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、清水としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が、ここで前半が終了しました。積極果敢な攻めが印象に残ります。徳島、うまく攻めきれなかったという前半でした。パスの出どころやボールの奪われ方なんか見ていてもうまく噛み合ってませんよね。一人一人の役割をしっかり確認した上でこの状況を打開していってほしいですよね。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対徳島ヴォルティス。それでは引き続きゲームをお楽しみください。Substitution on the field. Number 11. 後半参りましょう。徳島、選手を入れ替えてきました。徳島はハーフタイムの間で選手交代があったようですね。早速動いてきましたね。ハーフタイムの交代は回数にカウントされないので今後の展開次第では柔軟にカードを切っていきますからね。橋本、これは積極的なチェック。松崎から浮き球のパース、どうだ、ここで収まる、自分で行く、シュート。ボールは右に逸れていきます。いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。これはなかなかこじ開けられない。流れを止めます。徳島としてはなかなかいい形が作れませんよね。これは読んでいました。橋本、滝谷、ここは繋がりません。スルーパスを狙う、うまいですね。スペースを使う、これは合いません。裏のスペースを狙う、シュート。ボールは右に逸れていきます。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。スペースに出す、ここは繋がりません。スルーパスを出す、このボールをカットします。宮本、裏へのスルーパス、さあカウンターのチャンスになります。ここはファールを取られます。さあ共に選手交代があるようです。矢島、
これは合いません。さあつながるか、山原、ここはカットします。千葉、ここで前を向けるか。スピード上がってきますよ。スルーパスを狙う、いけるか、抜けた、さあ勝負、切り込むか、シュート来た、徳島、スルーパスからのゴール。ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないと、なかなかこういうゴールは生まれないですよね。チームとしての意地を見せます。これ仕掛けるか、裏を狙っていきます。ディフェンス、これを読んでいた。柿谷ゲット、徳島柿谷、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。さあ徳島一矢報います。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。小玉、裏を狙う、流れを止めます。中村、いい守備です。これはファールを取られました。両チーム同じタイミングで動いてきます。ここはつながりません。徳島は先ほどの交代でメンバーチェンジはあと1回となります。おー、いいオーバーラップですよ。スピードアップしたいですよ。ここはスペースを狙う、抜けてくる、シュートに行くのが、シュート、権田のセーブ。これはキーパーナイス対応です。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。中央、頭、おっとクロスから合わせましたが及びません。とボールはここはかわせません。来た、これは、これはどっちだ。徳島 PK のチャンスを得ます。選手が抗議しています。しかしこれは PK です。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。さあどこへ蹴る。ゴールなりません。蹴った本人もちょっとショックあると思うんですけどもね、まあ、気持ち切り替えてこの後のプレーでなんとか挽回するしかないですよね。裏へ届くか、
吉田からのボールを守備陣対応しました。矢島、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。スペースを使う、柿谷に渡ります。つながります。これをカットします。チャンスシュート、これは合いません。スペースへ仕掛けるか、中村、矢島へスルーパス、裏のスペースを狙う、来たか、いけるか、抜けてくる、シュート、決めた、エスパルス、さらに突き放します。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。さあ清水、このゲームの主導権を完全に抑えています。スルーパスを狙う、この位置で受ける、自分で行く、なんということでしょうか、 PK か、どっちだ、これは PK ではありませんでしたが、しかしいい位置からのフリーキックを得ます。イエローカードが出ました。フリーキックのチャンスです。ここで1点返しておきたいところです。ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。いや期待したいですよね、意地の一発。ヘッド、ボールは右にそれていきます。ここは奪います。このボールに触ります。北爪、スペースに出す、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。さあここでカウンター、スペースを狙う、住吉、アディショナルタイム5分あるようです。そして今試合終了、6対2、徳島残念ながら敗戦、力の差が得点に出てしまいました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。徳島としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合